はい、どうもペロです、動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、皆様にお知らせをしたいなと思って動画を撮っております。っていうのもですね、本当このペルーの動画のチャンネル、不定期で特にね何も決めずに自由気ままに動画を更新してたんですが、今回から毎週土曜日週1でレッスン動画を上げるということでやっていきたいなと思っております。まあね、最近本当 YouTube がおろそかになってまして、もう去年から今年にかけて本当月1本動画上げればいいかなぐらいの感じになっちゃってましたので、ちゃんとやろうということで週1という形でねやっていこうと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。まあで、レッスン動画は週1ということでね、その合間にね弾いてみた動画等をやれれば週2ぐらいでマックスやれたらいいかなと思っております。でですね、まあ、お知らせというかね、まあそんな感じでやって活動していこうと思うんですが、今までね自己紹介というかね、こいつ誰なんだっていうことでね、全然この情報をね出してなかったんですが、今日自己紹介していこうと思っております。私ペルーという名前で活動してるんですが、普段はですね、その YouTube 等でベースのベースですねの弾いてみた動画とかベース動画を上げさせていただいてまして、主に演奏的にはですね、まあ、ジャズとかファンクを結構よくやるんですよ。まあ、なんでそういうジャンルでね培った知識をまあレッスン動画として上げてって、弾いてみた動画は単純に俺の趣味です。ボカロとかね、まあ、ポップス系が結構好きなので、その辺をね弾いてみた動画として上げてましたということでございます。で、まあ、ジャズとかファンクをよくやるってことなんですが、一応、都内でですね、まあ今この場所を借りてるところなんですけど、毎週ね、ジャズのグループレッスンの講師をさせていただいたりとか、一応ね、まあグループでですけど、個人じゃなくてグループで、ジャズフェスのね、コンペティション、まあ、金沢ジャズフェスティブ、ストリートフェスティバルっていうやつですね、2016年のコンペで一応グランプリとかを取ってまして、まあ、そんな感じでね、一応ベースで活動をしていました。で、一応バンドとかもやってまして、まあ本当去年から組み始めまして、マジェカルっていうバンドなんですけど、こっちもね、インストで、まあ去年は主にインストでね、活動させていただいて、今最近ね、やっぱ歌物やりたいなってみんなの話になりまして、歌物を作ってって、なんかボカロみたいな感じでね、曲を作っていこうっていう話になってますので、そっちもね、こうご期待ということで見ていただけたら嬉しいです。あとマジカルってバンドと一応ずっと活動しているエイムズルームっていうねロックバンドがあるんですけど、それはねまああんまり活動できてなくて、まあそれもね進めていけたらいいかなと思っております。まあ演奏、まあベース歴というかね、まあまあ長いんですが、活動に関してはそんな感じでやらせていただいておりますので、こうご期待ということでよろしくお願いします。でですね、まあ、次回からレッスン動画を上げていくんですが、一応そのこのチャンネルで一番再生数があるのがその指弾きのね、どういう風にやったらいいのかみたいな動画を以前出してるんですが、まあ、そちらがやっぱ人気だったので、でもあれもう3年ぐらい前の動画なんですよ。もうちょっと古いし、情報もねやっぱりどんどんアップデートされていかなきゃいけないと思うし、指弾きのもねもうちょっとここ変えたらいいんじゃないかなみたいな新しい発見というかね、もうこの3年ぐらいであるので、それをねちょっとまあリメイク版という形でね、第1回は指弾きの動画をね出していきたいと思っております。まあ主に初心者さん向け、本当あんまり指弾きやってこなかったな、ちょっと勉強したいなっていう人向けの動画ですので、よろしくお願いします。で、あとですね、まあレッスン動画に関してはなんかメディアブルさんっていうサブスクで動画を作るっていうまあサイトですねからちょっとお誘いをいただいてまして、そのまあ YouTube で上げた動画プラスさらにちょっと深い内容とかね、詳しい内容に関してはそちらでサブスク動画として上げさせていただきますので、もしよろしかったらそちらの方もね概要欄につけておきますのでご覧ください。まあ、今回自己紹介お知らせということでね以上ですが、まあこれだけではちょっと味気ないので、まあ、ジャズやってるって話さっきちょろっとしましたけど、
まあね、そのジャズでよくやる曲、まあ、ジャズって結構セッションっていうね、なんかみんな集まって急にワッとやるみたいなね、場所が結構あるんですけど、そこの中の定番曲、枯葉、オータムリーブスっていうね、オペラの曲、元がオペラの曲があるんですが、それをちょっと演奏してみましたので、最後にそれくっつけて、おしまいにしようかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。あとね、ちょっと BGM がてら聞いてみてください。ではまた来週以降、動画どんどん上げていきたいなと思っておりますので、皆様、よろしくお願いします。バイバイ。